はい、こんにちは、ビッグボーイです。メトロ2033リラックス続きやっていきます。さあ、前回はタマヒュントロッコアドベンチャーを終えて、まあ大破してますが、一緒に生きてた兵士の人もやられてしまった。ここから突っ込んできたんだよね。まあひとまずブラック駅を目指さないといけないので、ブラック駅へ移動してウルマンという人に会うと。ここ入れるな。あ、人が倒れてる。お、なんか入れそうだけど。お、あ、トラップがあった久々のトラップがあった待って、目的地はさっきのパイプの中っぽいけど、なんかありそうだな、ここ。あ、人なし。から投げナイフ。モンスター倒れてる。あ、入れる。いやー、人が死んでるよ。あ、なんか拾っちゃった。あ、なんだこれ。え、サーマルスコープリボルバー、すごい。ちょっと武器リマのリボルバーと交換しておこうかな。おお、サーマルスコープリボルバー、ちょっとハエが多いな。いやいやいや、ハエが多いな。弾いただきます。死んでいる。投げナイフ、弾、ガスマスク。わあ、ミュータントがいるな。いや、ハエがすごい。わあ、うわあ、びっくりした。やっぱこれホラーゲームですわ。日記ゲット。いやー、びっくりした。あ、もう出よう。ハエが多いよ。やだやだ。いやー、ハエが多いよ。はい、買います買います。あ、びっくりしたトラップはないね。さあ、こんなか。しゃがんで、こっちは逆だな。あ、深い深い深い。なんかまたドーンとか出てこないでくるよ、お願いだから。え、明るい。ええ、ああ、そっかそっか。ガスマスクガスマスクガスマスク。ミュータントが突っ込んでる。さあ、逆方向が進行方向かな。パベロが死んで一人になってしまった。何とかしてブラック駅にたどり着きたい。ウルマンと落ち合ってポリスへ向かわなければ。まだね、最終目的地である、まだポリスへの道のりは長い。さあ、行ってみよう。うーい、雲を弾がった。鐘が鳴ってるよ。お、マウス。なんかたくさんトラップ。いや、動画開始早々からホラー場面に出くわしまったからビビリになっちゃうよ。あ、人がいる。
人間だ。だがどうして。来い、早く。はいはい。このトンネルではほとんど人間を見ない。隊長と話してくれ。俺たちは最悪の状況。隊長。それから隊長、ここで何をしているのかは知らんが、兵の数は多い方がいい。避難が完了するまで駅への通路は閉鎖されてる。戦闘に備えろ。ここブラック駅。弾薬はあるだけ持っていけ。お前はもう仲間だ。仲間。俺たちの軍隊は地下の子供たちと呼ばれてる。戦友よ、我々はあと数分敵の攻撃を食い止めねば。防衛部隊は援護する。君らに嘘をつけ。激しい戦いになるだろう。だが駅に残してきた愛する者たちのことを考えろ。化け物どもは一匹も通すな。よし、戦闘準備。よし、奴らに男の戦いを見せてやれ。駅を守ろう。ああ、青。くそ、押し切られるぞ。おう、何。慌てるな。おう、こっちには AR がある。おお、ええ、あれ、あれ倒れちゃったよ。立て、みんな大丈夫か。はい、ぐったりしてる。あれ死んでるよ。いい日じゃないか。退屈せずに済む。大丈夫かみんな。あ、なんか来そう。もう絶望的だ。戦いを踏みながら。まだ来ない。あ、来た来た来た。リロード。あ、来てる。弾を大事に。うお、何この耳鳴りみたいな。トリガーハッピー。お、壁にもくっついてる。ショットガンにしてみよう。銃。接近戦だ。うわ、強い。すごい、一発で倒せるこれ。ほら、入れ。あ、めっちゃいる。リロード。ここ。リロード。もう前線で戦ってんの3人しかいない。わ、なんか入ってくる。ミュータントが。ほら、やめてサーマルリボルバー入れて。リロード。こっちの人がやられてる。いや、おい、どうなったの。あれ、あ、みんなやられてる。隊長？
隊長生きてる。多くのミュータントに突破されたな。ポリスに死なせなきゃならんが、見ての通り俺の戦いはここで終わりだ。お前に重要な任務を与える。通信ビーコンのところへ行ってポリスと連絡を取り、俺の用意した緊急メッセージを送信しろ。メッセージ頼んだぞ兄弟。わかった。この人はもうダメなのか。通信機、地表に上がり通信機を探してポリス駅にメッセージを送信する。わかった。こっちの人もやられてる。行こう。こっちか。あ、乗り物がある。乗り物があるけど乗る必要ないのか。徒歩で行こう。燃えてるな。うん、ミュータントがいそう。あ、あたた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 、なんかいたぞ今。ジャンプジャンプ。あ、なんかある。弾があった。ショットガンシェルが。ショットガン持ってこっかな。おお。ビビりすぎ。これ、いでいでいで。いでいで。なんかチョコマが出てくる。エアロ持っとこうか。あれ硬い。あ、なんかトラップあるな。これか。トラップにもね、注意しないとね。階段がある。階段あるけど、あ、こっちから入れる。2階建ての飛車。なんもない。なんかラジオがなんか鳴ってるな。さっきの道から左に行こう。ん？あ、金かこれ。トラップはないね。駅の大広間みたいな。あ、なんかスタスタする。不意打ちをかましてくるな今のモンスターは。入れて入れ。どこ行った。おお、まだいる。あれ、どこ行った。こういう壁から出て、あ、いた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 。あ、めっちゃスタスタ聞こえる。あ、入ってった。え、超スタスタ。あ、いたいたいた。あ、まだいる。よし。あ、まだいる。足元注意。リボルバーやっぱ強いなこれ。だけどこのサーマルスコープにそんなに白くは映らないな。
けてて、ちょっと多いな。こっちではない。あ、出て、え、どこ。ナイフ。なんかまだ凶暴なやつがいる。溜まった。いてててリロード。先に進もう。弾がめっちゃ落ちてる。ちょっと医療キットは使えないか。階段もあったな、こっち側に。こちらは何かあるかな。あ、なんか落ちてる。医療キットはねマックスで持ってる。入れてて、しつこい。事故か。うわ、燃え下がってるな。あ、マスクしよう。階段。なんもない。いやいや、これはひどい。みんな死んでるよ。お、いや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 。超燃えてるよ。いや、そこら中からスタスタ聞こえるんだよね。あ、いてて。この不意打ちマンめ。いや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 、あれ、あ、下入ってった。いや、もうそう、ジャンプ。あ、トラップ、トラップか。痛い。あーっちょ、もうやられた。そう、あ、いてて。びっくりするな。よし、こっちかも。菊池、こっちだな。もういい、もう行こう、もう行こう。いい加減このモンスターが鬱陶しい。あれ？子供の泣き声がするよ。わかる。おじさん、おじさん、ねえ起きて、食べられちゃうよ。お願い、どうして起きてくれないの。ママのところに行こう、連れてってくれるって言ったでしょ。あっち行け、ほっといてよ。知らない人と話しちゃいけないってママが言ってた。ねえ、おじさん、怪我してるの。お願い、なんか言ってよ。ダメだ、きっと死んでるんだ。そうでしょ、どうやって帰ればいいの。連れてってくれる。知らない人だけど、そうしなきゃモンスターに食べられちゃうし。銃は持ってる。じゃあ一緒に行こうかな。モンスターを倒せるんでしょ。ねえ、そっか、僕は左遷か。倒すのは任せるよ、見張りは任せて。え、ちびっこ、切り替わり早すぎじゃない。おじさんを残していくのが嫌だな。おじさんに会いに来て、家まで送ってもらう途中で襲われたんだ。おじさんは襲ってくるモンスターを撃ったけど、大きなノサリスに首を噛まれて
ノサリス、おじさんは強いからそいつをナイフで倒したんだ。おじさんほど強そうには見えないね。助けてあげる。出なきゃ食べられちゃう。切り替わりの早い子供ゲット息がある。カメラがなんかすごいグワンとする。そこだ。ん？え落ちた。死んだ。おじさん落とし穴。そいつをナイフで倒したんだ。おじさんほど強そうには見えないね。助けてあげる。出なきゃ食べられちゃうもん。やっぱマスクした方がいいかなけどね。今のはどこに落ちたんだ。こっち。これに落ちたのか今の。なんてこった。こっちにも落とし穴あるよ。ねえ気をつけて。落とし穴入れて。落とし穴たくさんあるよ。あれ行き止まり。こっちか。あいて。ちびっこどこ行った。うわこの巣。あ、トラップがある。豚がそこら中に倒れてるよ。グレネード使え。触るなって言われてるけど、あのロッカーに弾薬が入ってるよ。これあれだよ。溜まった。あ、倒れてる。銃もあるよ。安全な場所にあるんだ、僕が大きくなるまでは。けどその銃がダメになったら貸してあげるね。弾は今のところたくさんあるな。あ、また落としたな。ほら、後ろから一匹迫ってくるよ。あ、うわ、死んでる。出て治療。どっから来るのか全然わかんない。ほらそこにも。よし、ねえ気をつけて。まだ来る。よし、あ、風の音がする。まだこっちか。あ、落としたな。気をつけて、穴があるよ。ジャンプ。ここにグレネードを投げ込んじゃダメだよ。ママが天井が脆いから崩れ落ちちゃうんだって言ってた。グレネード、ダメだよって言われたらなんか投げたくなるけどな。あ、あ、グレネード。ちょっと待って。グレネード、グレネードってこれだっけ。入れてあっガーク。そこにも一匹。いやちょっとグダグダすぎるな。気をつけて、穴があるよ。あ、何、グレネードを投げ込んじゃいけない。投げ込んじゃいけないって言われると投げたくなってしまう。ここに、あ、あ、くっついちゃった。治療。あ、グレードもうないや。ミュータントにくっついちゃった。ノサリスか。
もう先に進もう。ほら、後ろから一匹迫ってくるよ。来てる来てる。あ、帰ってった。あ、いてててて。行って帰ってくるやつが何なのか。なんかショットガン落ちてる。よし、とりあえずこのショットガンはいいかな。ガスマスクした方が良さそう。あ、してた。うい、降ってきた。本当に駅から離れるの？やったー、トンネルには入ったことないんだ。ママが言ってたよ、子供がいなくなっちゃう怖い場所だって。ママが言ってたよ、子供がトンネルの奥深くに入るとミュータントに脳みそを食べられて自分もミュータントになって他の子供を襲うんだって。本当？あ、声が近い。あ、地上照れそうだな、こっから。すごい、なんだろう、上のあれ。おじさんの写真で見たことがある。あれ、空だ。あれが空でしょ。まるで天井を塗ったみたい。これで有名人だ、空を見たぞ。地上になんか滅多に出れないからね。地上行こう。おう、わあ、崩れそう。ずっと登っていけると思う？地上が近い。待って、高くて怖いよ、落とさないでよ。ジャンプ。ん？親か。ママがいる。あ、行こう、僕を探してるんだ。ママのところに行かせてよ。左遷か、生きてたのね。親見つかった。あの子の親父さんは俺たちの希望なんだ。息子が死んだりしたら、あ、子供抱えてたのか。おじさんは死んじゃったけど、この人が僕を助けてくれた。僕モンスターを倒す手伝いをしたんだ。子供抱えてたからカメラグワングワンしたのか。ママ、空を見たんだ。なんてこと、息子を助けてくれてありがとう。大したお返しはできないけど、この弾薬を受け取って、少しは役に立つだろうから。え、断る断る。この世界ではね、弾薬は大事なお金だからね、遠慮しましょう。あ、特になんもない感じか。よし、行くぞ。うん、ブラック駅はこの近くだが、トンネルとは方向が違う。地上に出ないとダメだ。ファシストどもに気をつけてくれ。連中は外の壊れたビルを全焼基地にしているんだ。ブラック駅へは広場にある地下の十字路から入れる。地図にマークしてやろう。外までは部下に誘導させよう。頑張れよ、レンジャー。あ、人がたくさんいる。日記。よし、じゃあ今回ここまでしようかな。ちびっ子を抱えて助けてあげた。ちょっとカメラがグワングワンしてたので打ちづらかったけど、次回ここから続きやっていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。